雨が降りようやん。山の雨とか雲がもこもこ来てるよ。ほんとね、うわ、こう深そう、いい感じ。深いね。なんか水の色はいいね。あ、ほんと、キレート。何あれ、この城、この城っぽいね。おお、アジ？ちょっと見に行こう。おはようございます。おはようございます。それ何が釣れてるんですか？あ、この城。いいね。この城が釣れよう。アジじゃないんだ。うわ、ちょっと雨がすごく、これちょっと堤防センターまで行ってみよう。うわ、今日雨が降ってなかったらね。フグの群れやん。縁起が悪い。飛行場みたいな階段がある。ダメみたいね。長靴がいるね。高いね、これ堤防が。あ、いいね。晴れた日来たら良さそうやね。ハモ、うん、何メートルいると思う、これ。キレとアジが釣れるって。あ、マジで、うん、めっちゃいっぱいおるよ。おるね。釣れんやん、うん、あ、砂見れるこれ。まだね、雨降りそうですね。キューティーの砂見れ、あれキューティーみたいな、あっちから聞こえたの。イルカとかやないね。顔が丸いよ、感じにくいね。この距離が見える。あー、でも丸いね。今丸かったような気がする。いっぱいあるんですね。いっぱいあるね。あ、ほんとほんと。スノメリのナブラって嫌よね。ねえ、絶対釣れんやつやろこれ。よし、ここはまた来よう。どうよ、どうよ、ここは。ちょっと違うね、さっきの海と違うね。魚影も見えん。お母さんどこでも釣れそうに言っちゃうもん。どこでも釣れると思ったろ。高いね、堤防が。ほう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 。このセンターもいいわ。山んかね、寒そうやね。なんかみんなこんなおると。あれ一匹やね。でも一匹よね。でもよう見つけるね、あんな遠くの砂メリを。ひょこって、あ、今出たよね。出たね。ダメだこの海。やんだね。すごい大波が来る向こうから。すごいね。大波に見え飲み込まれるよ。あれ何だって、なんか島に雲がこう覆いかぶさるようじゃないか、向こうから来た。ああ、自然現象ね。波風にこう押されてみたいな。おー、すごいね。あ、ここ水が綺麗よ。肉眼で見てもそういう風に見える。変わった現象です。すごい神秘的や。ほら、もう早速向こう行けるじゃけん。ちょっとね、ここどう？湾曲していいね、この堤防。でも魚気がないね。あ、すぐある。何これ。ちょっと乗ってみて。大波島。大波島高さ300m ぐらいの。今このカメラアングルがそんな感じ。こういう自然が生み出す神秘的な世界にやってきております。釣りはできますか？登りますか？どうぞ。おー、すごいね。うなばら、うなばら。雨上がってくるんじゃないと。結構降ってきたよ。せっかく闇マンにちょっと竿出そうかと思ったのに。帰るよ。ちょっと出しようよ、せっかく。ちょっとそれカッパじゃないっちゃけん。貸しとって、なんかめっちゃシワシワって。クリーニング出そうよ。匂いはしない。うるさい。返せ。切るな。やだ。撮影ができんやん。着いたー、堤防。遅いな、ヨンペイさん。早く、うん、いい感じの潮目が広がっております。さあ、大海原へ一発目。大海原へ。え、あ、回しようよ。嘘。あーね、濡れるけんね。もう入れたよ。スナメリもいないよ。ご覧くなっと。うん、パカン、今日はちょっと雨だから ね。また次回。塩はかまんよ。あ、天気はね、降ればいいけどね。ねえ、塩かまんやろ。当たった。いや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 、今のネギョネギョ。本当？うん。本当？ここは何グラム？20。20グラムジグ。うん、ジグ。あー、すごい。
ちょっと待って、ヨンペさん、あげるけ、待って。なんだなんだ、え、なに、60グラム軸ですよね。ね、いやー、忘れるよね。おめでとう。今日も天気は悪いですね。で、向こうの方は晴れてるけど、この声は。見たような山があるんですけど、あそこに。まだまだね、あそこからね、ずっと離れとらんよね、ね、連日連日。逆側に。今朝はね、狙う魚がちょっと違うけんね。左になんか誰かおるよ。上田とか吐きようやん。今日はサーブです。それ俺のやろ、それ。車に乗ってたんで。キャンプしましょうよ、キャンプ。何も持ってきてねえよ、今日。あ、いいとこ来ましたね。お、なんでこれビニールがあるかわかります、これ。ジルが食べへんよね。なんか下から出そうよ。何ですか、あれ。これ。なんとなく分かったかな。穴開けたと。穴開けたよ。しろなんでなんでバカやろ。いや、その楽しい旅行ができますよ、釣りキャンプが。ちょっとまだあのペンキの匂いがするもんね。よし、行こう。ここはカサゴはおらんやろ。自分だけ椅子。アクアルームとか、それはもしかして今日の目的これだもん。アオムシですか、うん、これいるんですか。ジグ投げても全く当たりないっすよ。いますかね、初ギス。皆さん、キスが釣れたらここ入れましょうね。泳がったらね、本当ですか、うん、あ、ちょっと僕もやろう。どれにしようかな。雨上がりの島があって、雲がかかってるんですよ。300メートルぐらいのなんか大波が来たような感じだって。それ虫釣れとんかな、オケちゃんは。だいぶ前の餌ですけど、全く歯が立ちませんね、これ。あ、マジで？そう、来た来た。はい、セット完了です。乗らないね、なんだろうこれ。そこはごちゃ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 、何を釣りよって気づく、難しいですね。カホは寝て待てって言うけどね。釣れるんですか、ここは。まだ早かもね。あ、まだ早いですか。開いた。開いた。全然当たりがないんですよね。今来たってヒイラギぐらいのもんじゃろ。こんだけ釣れんやったらね、天気も悪いし。場所移動。橋に来ただけやん。ここはね、歩いて沖の方に行けるんだよ。あそこで投げるよりも合理的ってことだよね。さすが。めちゃくちゃ浅いです。餌代を取り戻せ。こっちどうですか、こっち。行けそうよね。みんな帰ってきまえないですか。今日は何も出ない。行きすね。もう帰られるんですか。はい、もう一匹も何も、うん、ヒイラギが、ヒイラギ釣ったやつが、ヒイラギが釣れるんだ。なんかこの辺で釣れるって聞いたんですけどね。まあ、すごいな、この辺で。まあ、この辺で、この間延びは何ですか。雨も降りそうやし。降ってきたね。ありがとうございます。あの人がもう釣れんって言ったら場所移動ですか。おかげさまでテンション下がりましたね。でも現地の情報って大事。そう、大事大事大事ね。じゃあ場所移動ってこと。ポジティブやね。なんか知らんけど、ランガンです。なんかえらい遠くまで来てしまいましたね。ね、うわ、何これ。はい、釣れない。水深10センチやん。初場所で釣りたがるんですかね、釣り人は。すごい堤防があるよ、ね、全部切れとるよ。四平さんの前歯みたいな。ほな、揃ってないよ。キッパや。困っちゃいますね。焦げもあらい。ほんと、あんな隅っこの方にいますよ、隅っこの方に。やる気が出てこん。釣れない時ってそうあるよね。ねえ、ちょっとも食われたら、もう場所行かんとかいな。アクアマンジが来ました。はい。どうせ釣れんちゃろうねって思ってしまうね。馬爪ですよ。そうやった。じゃあ席はないかな。よいしょ、行きますよ。おお、行きますよ。釣れー。やった。やっと釣れた。やった、おけちゃん。あ、ちょっと俺違う。
やっとで活気づきましたね。我々釣りすぎメンバーも明日が見えてきましたね。よかったよかった見えましたね。マジですか、くれますな、何ですか。スーキーじゃないですか、これスーキー。うらうらうら、ヤンペイさん。おお、いいですね。やりました、綺麗キズ。どっか書きよっかな。タッチ成功。どう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 。おお、いいね。あ、いいっすね。全然飲んでないです。あ、飲んでないね。入れとこ入れとこ、俺が取るかもよ。あ、いいっす。うえ、優しい。うわ、来た。あー、四平です。あれ、四平さんは、四平さんは人の人もらってばっかりじゃないですか。はい、はいはい。イカでもいいしですね。なんかこれさっきから当たったような、なんかそっとような気がするんですけどね。気のせいかな。気のせい。え、いやいや、器用でしょ、やっぱ。蓋合わせてみようかな。なんかこう、ラインが、張り方が張ってるような、張ってないような。蓋合わせてみようかな。ちょっと早いかな、気が。あ、来てますね。来てますね。前から撮ったかな。うー、来てないか、昨日。ピンだこれ。ピンですよ。はい、来ましたよ。ほら、皆さん来ました。こんな感じですね。そうですね。はい、ヨンペさん、生きがいが来たよ。いいね。たまにはこう知らぬ土地でね。そうだね。ほのぼのとしてね。なんか散策して、本当に初めての場所やけどね。そうね。こうやって日が落ちていくとよね、ゆたっと。日曜日はいいね。しかし、ここ人がおらんね。